さあ今夜も始まりました、ナックザロック。お相手はいつものスターダストレビュー根本かなめと久保田由美です。もう4月になってしまいましたが、3月の20日に、僕たちはツアー中でですね、岩手県は盛岡の、市民文化ホールというところでライブやっていたんですけど、はい、まさかの地震に遭遇しまして、ライブ中でしたよね。はい、これはね、開演1時間ちょっとぐらいだったんですけども、演奏してると立ってるし、リズムに乗ってるから、まあもともとなんとなくドラムの振動でステージって少しは揺れてるんでしょうきっとね。だから、ほとんど気づかなかったんですね。それでバラードの最中だったんですけど、突然会場が明るくなって、ここで客席に電気つけるんだっけな。なんかそうですよね。実は今回本当に気づかなかったんだ、今回お客さんにいろいろ演出してもらうものがあって、で、それをスクリーンに映してお客さんにも見てもらおうみたいな試みもあったんですね。まあそれはどうするかはその決定してない状態だったんで、あ、また今スタッフがちょっと実験始めてんのかなと思ったのね。で、明るくなった。え、でもバラードだしな、お客さん静かだしって言ったら、もう PA のとこで、うちのスタッフがバーってバッテンなしてて、これ歌ってる最中ですか、かなめさん。歌ってる最中。ああ、ギターソロになったとこかな。詳しくは覚えてないけど、でももう見たら、あ、バッテン出してるから、でこれタラゴではない。スタッフとかでも機材を押さえてる人もいたりとかしたから、あらと思って、ですぐ僕はイヤモニっていうのをしてるんですね。あのイヤモニっていうのは耳に突っ込むモニターで、普通はまあ今はそれが主流ですね。よくテレビとかで顔アップになったりすると耳に何かつけてる、それこそあのニュースキャスターなんかの人もそうだけど、あれね、あれは僕らの場合は何をするかっていうと、いわゆるステージの上の楽器をバランスよく、みんな立ち位置がいろいろなところにいるから、すげえドラムが大きい人もいればキーボードが聞こえないっていう人もいるから、それの音量調整を耳に貸してくれるわけですよ。ちょうどいい感じで、ね、イヤホンですね。だからそれまでは足元に大きな箱があって、あれもモニタースピーカーですけど、あれで貸してたんですけども、あれで、やってる時はもちろん会場の音と交わってすげえいい音圧があっていいんですけど、まあより細かな微調整もできるっていうことでイヤモニっていうのは今最近の人作ってるし、あとイヤモニの方がね、おそらく体力消耗しないとこもあると思うんだ。余計な聞こえた分だけ、自分で喋った分だけが耳に返ってくるから、ほら例えば耳栓してたら自分の声ってよく聞こえるじゃない。そうですね、あれと同じ状態でボーカリストにとってはちょっと楽なとこもあるみたいですよ。これは人それぞれ。両耳つけてる方と、かなめさんは片耳です。僕はね、両耳つけるっていうことは遮断しちゃうの。そうそう、会場の雰囲気は分かんなくなっちゃう、特に今回みたいにね、お客さんの拍手だけが頼りですから、これは何があってもお客さんの空気を感じたいというところで、僕はまあもともと片耳だけだったんですけど、でそれの一番の利点はスタッフからのメッセージがそこに入ってくるわけですよ。あ、入ってくるんですね、みんなね、だからいわゆるまあこういうスタジオでいうとこトークバックっていうのがあるんですけど、要するに皆さんには聞こえてない、僕らだけに聞こえてくる、音をスタッフが情報としてね、じゃあ曲いきますとか、もうそろそろ話終わらせてくださいみたいなことを言われるんですね。この番組の中でもそうですけど、そういうトークバックがあるんで、非常に僕は助かってるんですけど、あと段取りとかで、カノさん今日撮影ですとか、あとこの後取材がありますとかって言ったら、それも喋れるじゃね、そういう風にね、なるんだけど、その時は、地震でスタッフがビャーってやってる時に、カノさん、今地震なんで中断します。っていうのが入ったわけ、曲の間に、で止めて、まあ、演奏も止まったから、で、今、地震みたいですってね、俺以外の人はみんな気づいてるってことだもんな。先に気づいてたんですか、先に気づいてるよ。だってうちの社長は、2階席にいたらしいんだけど、背中蹴っ飛ばされたみたいな感じだったって、なんだろうっていうか、ドンドンドンって、でまだそれはステージが最中だけど、明るくなってからはもうみんな地震だって気づくわけだけど、歌ってる本人はとにかく集中してるし、体が揺れてるなんてリズム取ってるから当たり前だから、で初めて地震だって気づいたけど、で中断しますって私だって、じゃあ、ここ地震なんで、中断します、そしたらそうね、今の盛岡の震度は、2ぐらいだそうですけど、
って聞いたから、はい、あ意外とあのそんな揺れなかったら2ぐらいだったらと思ったけど、修正します、4っていう出、ま、数字が出ましたって言って、ああ4だって、うん、ということは、震源地はどこが問題だね、で震源地分かったらすぐ教えてくれよみたいなこと言って、で仙台ですってこう超えてるみたいです、うん、それで沿岸部に津波警報が出ましたっていう情報が耳に入ったんで、もうそれは僕はだから情報が耳に入ったら全部逐一伝えるんだよ、みんなのところには行ってないからね。ああそっか、うん、もう僕がそれを代弁して言うわけでね、でそれを伝えて、はい、でもちろん僕はね、その後疑問もあるわけだから、津波警報があると、であと震度はどのくらいだとかっていうのは逐一教えるんだけども、で今の状況はとにかくまあこの会場を守んなきゃいけないじゃん、今俺が喋ってるわけだからね、うん、と揺れを見ると、うん、まあステージ上はいろんな釣り物があるからさ、やっぱり揺れるよね、飾り物もあるから、うんうん、そうですね、上も、ね、うん、客席は何もない、はい、うん、まあ天井も別に電球がぶら下がってるわけじゃないから、みんな埋め込んであるわけだから会場の揺れはほとんどないんだけども、ステージ上はもういろんなものが揺れてるわけだ。でパッと見たところ、とにかく会場は大丈夫だろうと、でこっちもみんな上にぶら下がってるものがある人は気をつけてねって言いながら、それでまあ余震も来るから、はい、しばらくまあそこでしばらく喋っててね、でまず避難のことを考えるわけじゃんか、そうですね、俺はね、うん、でも一応ここに俺がいるわけだから、うん、その誘導も自分がしなきゃいけないから、でしばらくここにまずいようと、で動いてくれっていう時には俺が何とかするからと、でまあ他の話もしなきゃいけないなと思ったわけよ。まず今は余震でそんなに大きな揺れになってないから、まず落ち着いてもらうために日常を感じてもらわなきゃいけないから、俺たちが、ステージで中断したことないなと思って、うん、はい、いやーこれは初めてだと、ちょっとびっくりしてるよ。そっか、ライブやってる最中、まあそんなにね遭遇 たくさんライブされてますけどなかったんですよね、うん、初めて、うん、要するに停電になったことはあったけども、その地震とか天災で止まったことはね、嵐とかそういうのがあった、うん、それはでも開演前にある程度分かることだから、うん、っていうのはあったけど、さてこういう時にそういう話もしなきゃいけないで、スターダストレビューとしてはこう止まったことはなかったなと思って、でふと俺思い出したのは、そういえばあの時もなって思ったのが、あの 3.11 の時に10年前のね、うん、僕は埼玉県の行田市、僕の地元で中学校で講演会やってたんだ。そうでした、うん、うん、その時は本当に上のバスケットゴールとかが上に天井によく釣ってあるじゃない、うん、グッと上げて、はい、あれがもうすごい5メーターぐらいギュワーって揺れたんで、下に生徒さんいるから危ないから、うん、まずあれは気をつけようって言って僕は脇に寄せたんだ、うん、でそのことを思い出したから、あこの話をしようと思ったんだけど、いやいやまだ3月20日でこの間 3.11 のね、それこそ10年目だったから、うん、それをまあある種こう総括するようにいろんな情報が流れてて、このまあ岩手だったけど盛岡の人たちだってかなり大きな被害があったわけだから、わざわざそんな不安を煽ることはできないなと思って、うん、ここまででかかった 3.11 をピュッと引っ込めてその他中断したことなかったっけなって言った、そういえばね83、84年かなって言って、福岡の野外ライブやった時にやっぱ停電になっちゃって止まって、はい、その時は野外だったんで校内でやってた福岡大学のね、で実行委員会の人たちが車で乗りつけてヘッドライトで照明してくれたって、うん、そんな話をちょっとしてね、はい、ああ、話やねみたいなところでこう喋りながら思い出してたんですよ。それもちろんもちろん喋るってことはそういうことだから、今この場に適切な話は何だろうと思うわけじゃん。お客様どんな顔されてました？やっぱりちょっと不安だけど、うん、不安だけど頼るものは俺しかないじゃん。天井見てるって言ったらどんどん不安になってくるからね。だから今はいわゆる俺がさ誘導員なわけじゃんか。これ私ライブ最中、ライブの間に、うん、今まで私も地震に遭ったことないんですけど、うん、普通どうなんだろうか、アーティストの方引っ込んでスタッフが出てきたりとかするのかなとか、まあ、だから思ったんですけど、俺ねその時に思ったんだけど、あ俺はちゃんとした誘導できない人間だと、だから普通って思ったことはないけど、うん、よくこういう時にスタッフが出てきて、例えばミュージシャンとかアーティストたちは楽屋に返して、そうなのかなとか思ったんですけど、うん、で専門っていうかちゃんと誘導できる人が来た方が安全だけど、でも少なくともライブに来てる人間が頼りにしてるのは俺たちだよね。スタッフを頼りにしてるわけじゃないから、うん、これがいわゆる公共の場とかそういうところであれば
警備の人とか係員の人が例えば火事が出たとかっていう情報とかはちゃんとそういう人たちが把握してるからそこに任すしかない。でも俺が喋ってる以上責任者は俺だって。俺もその時に、ああ俺はちゃんと毎回会場で避難経路のことも知るべきだなって自分で思ったのよ。そんなこと喋りながら俺今どうしようもねえな、誘導できねえなと。でだから扉が開けるからステージと客席どっちが安全かなと思った時に、少なくともステージはあのいろんな釣り物があるから客席はないから大丈夫だろうと、うん、今そこにいてくれと。であの避難する時にはあのまた情報を俺が伝えるからね、うん、っていう話だけだった。メンバーの皆さんどうされてたんですか。でみんな後ろにいるよ。あ、ね、後ろに普通にその場にいらっしゃったんですね、うん、でまあみんなあのとりあえず前に来てくれと、ね、で俺たちはここであのしばらくいるから15分の休憩だ、余震もまだ続いたからね。それであのそういう話をずっとしてたけど、その時みんなメンバーももうあの前に来て、まあね、何かあったらすぐ指示が出せるようにしようみたいな風にしてたんだけど、でそのうちにあの僕のイヤモニに、あの金山さんちょっとスタッフで協議したいんで、金山さん一人で戻ってきていただけますかって話になったわけ、うん、MC はいくらでもつなげると思ったから、はい、あのメンバーにじゃあここは総合司会の寺田さんお願いしますみたいな感じで置いといて、僕はスタッフとの協議で袖、はい、に戻ったわけで、あの会場の係の人、そのうちのスタッフとかで、ね、でそのやっぱり津波警報が出てるのが一番問題だろうと、うん、で盛岡の方は、まあ、まあその津波の被害が来ることはないにしても県内でやってるわけだからあちこちから来てるし、ね、沿岸部から来てる人もいるし、うん、でここはとりあえずあのまず身内と連絡できるようにしましょうというところで、うん、皆さん携帯つながりづらいかもしれないけど、家族のあるいは友人の安否確認をしてくださいって先に言ったけど、うんうん、で、沿岸部とかは津波警報も出てるから心配な人もいるし、これ以上楽しめない人もいるだろうから、うん、じゃあその人たちには帰ってもらえるようにしようかと。でただまだ始まって3分の1超えたぐらいだから、それは払い戻していいよなって言ったら、スタッフから1時間超えてるってことは別にそのこっち側としてはその義務はないんだけどそっちの方がいいですよねとか、そりゃそうだって言って、うん、でじゃあ俺それ伝えに行くよって言ってステージに出ていくわけだ、うん、ね、その間寺田さんが繋がってたんですか、うん、そうそう、それで何の話してるのか俺も興味津々だったんだけどさ、うん、私も知りたいですから、なんか冷麺がどんだけ辛いかとかって話をしててさおーこいつらのんびりしてるやつらだなみたいなことを思ってで何の話してんだみたいな話になったら、なんか冷麺に高齢グース入れる、あの沖縄の辛、はい、唐辛子、焼酎の辛いやつね、唐辛子入れるとかっていう話になると、いや能天気だなと思っていや俺も能天気だよ、かなり客席に比べたら。だってその地震の揺れはほとんど感じてないぐらいだったからね。でもなんか、うん、それ見て安心されたかもしれませんね、うん、お客様は。でさっきの言った情報を客席に流して、はい、あの帰られる方はここであの払い戻しもするから、はい、ね、あの沿岸部から来てる人とか、うん、あと仙台が、5強だっていうのがあって心配な方もいらっしゃる、はい、もちろんね、いろんなとこからいらっしゃってるから、うん、だからお帰りになって結構ですと。ただ、うん、つまんないから帰るっていうのはやめてくれって言われて、そこは払い戻しせんぞとそこは自己責任だっていう話になって、すごいたくさんやっぱりこう盛岡見られた方からねメッセージいただいたんですけど、そのラジオネームアンスモちゃんが書いてますよ。やっぱ休憩するから、家に連絡しなきゃいけない方はしてくださいと、帰らなきゃいけない方はチケット払い戻します、最後はつまんないなら帰るっていうのはなしだよってオチまでつけてくださって、本当にみんなを安心させてくれましたって、うん、あのね、僕はあのふと思い出したのが演技でもないけどタイタニックだったわけで、船長は最後まで残るっていうのがあったから、はい、もう俺はね、その今回の舞台設定は船長の役だから、うん、船長は最後まで残るよ、うん、なんかもうドラマティックなのがもうよりドラマティックになった感じですね。実は柿沼が、はい、あの演奏する人もみんな残るんですって最後まで、あの笑顔も残ってたじゃんか、はい、柿沼があのいやプレイヤーも残りますからみたいな話になって、うん、でまあなんとなくこの会場は、ね、結構そういう和んだ状態でいられたんだけど、うん、ただねやっぱりさっきも言ったけど本当の意味での防災責任者じゃないから、そこの中で偉そうに俺がなんか言ってるのも危険っちゃ危険なんだよね。そう、なんかだから普通 だったらあの、うん、ね、なんかやっぱあの警備の方が出られててと思うけど、やっぱ要さんがずっと喋ってくださってやっぱファンの方は安心しましたというふうに、笑顔がね、あの会場で笑顔が戻りましたっていうメッセージいただいてますけど、こういう場合は本当でも今後どうされます、もし先にその避難経路とか調べといて。いやでも俺が知ってもやっぱりその訓練を受けてるわけじゃないから、はい、やっぱり、うん、あの現実的にはきっと、うん、
叱るべき人をステージに呼んで誘導してもらうのが一番いいんだろうなと。俺らが真っ先に逃げるっていうのはちょっとおかしいなと思う。逃げるなのか安全を確保するのは、まず安全を確保するのはお客さんだと思うんだよ。それで、一応、不安はあるわけじゃないけど、聞いたら 3.11 の時もやっぱり大きな、被害が出てる会場あるじゃないか、はい、そうするとうちの舞台監督とかその照明の人たちと話をしたんだけど、実はステージ上っていうのは釣り物もあるから落ちてくる可能性はあるけど、ただ耐震的にはステージと客席どっちを耐震を多く施してるかっていうと、それはステージだろうと、いろんな釣り物があるわけだから、うん、落ちてくる可能性もある。ただ客席はやっぱり揺れるものはないけど、広い空間だからドーンと落ちる可能性がある。あ、そうやってなんか被害が出た会場も 3.11 の時あったから、うん、やっぱり危ない、本当に揺れ出したらまあやっぱりロビーか外に出るのが一番いいんだろうね、うん、という気持ちはなんとなく俺ある。でも実際にはその防災の人がステージに出てきて、だから俺が呼んで、これで俺がいなくなるじゃなくて、俺は責任者だからね、やっぱり。かなみさん言って。だから、そこの人と分かり、例えば、舞台行って、俺たちから一方的に情報を伝えるじゃんか。でも、そこに、ちょっとそれってどういうことって突っ込んだり、質問すれば、もっと分かりやすく伝えられるはずじゃんか。うん、防災責任者っていう人が、ありきたりに言ったら失礼だけど、うん、いつものありようで、ビャーンと普通にみんなに言ってたら、伝わるもんも伝わんなくなっちゃうから、そこを事細かに伝える責任は俺たちにあるんだという気がするんだけどね、うん、いやでも本当にね、うん、何事もなくてよかったけども、そうですよね、うん、なんかやっぱり地震があったその 3.11 があった10年前とかその後の 1,2 年ぐらいもイベントとかで私お仕事させていただいた時、必ずその前にやっぱりこういうことが、地震が起こったらこういう風に避難しましょうねみたいなメッセージ先に案内を必ずしてたんですけど、最近そういえばそういうことしてなかったなんて。そうなんだよね。だからまあ、メッセージを伝えることがいいのかどうかわかんないけど、みんな非常口のことまでは言うわけじゃんか。うん、そうですね。どこに非常口があるかとかね。それぐらいは言ってたけど、うん、もっとこと細かく言ってた時があったんですけど、うん、今は言わなくなってしまったなと思うと、ちょっとやっぱり改めて考えなきゃいけないな、うん。でもまあだから、一応僕はね、喋る人間としてある程度の流れは想定しておいた方がいいんだろうなっていうこともね。うん、あとやっぱ、お客さんが一番信頼している人間は、そのアーティストたちだからね、うん。俺たちで言えばバンドだし、そこでいろんな情報をみんなに伝えていくのは俺の役目だから、やっぱりね、そこは俺もちょっとちゃんとやんないとなぁ、みたいなこと。まあ本当になんかお客さんもびっくりするぐらい、カルムさん頑張ったね、みたいなメッセージもらったんだけど、頑張ってないんだよ。だから俺はそんなこともできずに、ただいただけだったから、もうちょっとね、別に俺は防災の訓練を受けるつもりはないよ。訓練は受けるつもりはないけど、改めてその辺までは一応、前で喋る人間として、しといた方がいいな、みたいなことを思ったよ。でも本当、何事もなく最後ね、中断したけど、その後もライブ続けられて最後まで楽しめたっていう風なメッセージがたくさん届いてましたので、うん。びっくりしたけど、もうね、やっぱ始まって、しばらくは、また何かあったら嫌だな、みたいなね。でしかも、中断した曲をまた頭からやったわけさ、うん。一応これもお客さんに聞いてね、うん、もういいか演技悪いし、みたいなところで。そしたら、いや、聞きたいってみんな言うから、じゃあ、裸でやるけど、そうやってる最中は、もう、ね、験担ぐじゃん、やっぱり、うん。この曲の時に起こったらまた次とかって、いうのが、まあそれが終わって、で、いつも通りの進行になってたら、もう本当に、30分で、完全に忘れたね、うん。だからステージ終わった時にはもう何事もなかったように自分としてはちゃんと今日のステージはね、いいものができたっていう気にはなったけどね。うん、まあでも本当に安全対策っていうのはね、今もコロナの時期だからみんなそれぞれにすごい気使ってるけど、同じように火災もそうだし、地震とかそういうものに対しても会場側ももちろんちゃんとやるけども、来る人も少しは知ってないとなみたいなことを考えましたね、うん、はい。まあでも無事に頑張ってます、うちも、うん、はい、はい、引き続きまたツアー中ですんでね、はい、ぜひまた来られる方ライブ楽しんでいただきたいと思います。はい、ではナックファイブ、ナックでロック、今夜も1時間お付き合いください、はい、この曲からいきましょう。スターダストレビュー、はっきりしようぜ。最近眠れない、夢にさえ戻れないで、イライラフラフラアンバランス、笑顔も忘れて、マスクの中呼吸も耐えられの毎日で、言いたいことも飲み込んで、いつも青い吐息、気がつけば
日が来る。どうでもいい答えも携帯握りしめて、スラスラもろもろ弾き出す上っ面な事実。あることないことも言葉尻で捕まえるように、感情炎上案の定揚げ足取りに勤しむ。絵に描いた文字じゃ腹も膨れない、耳障りのいいセリフばかり。誰かと比べ安心しても不安な声つ、はっきりしようぜ。4月最初のナックファイブナックでロック。そうです。今日はね、ゲストはなしなので、かなめさんがたっぷり喋ります。メッセージもたくさん読ませていただきたいと思います。スターダストレビュー、はっきりしようぜでした。さて、今週のディグザロックですけども、まあ、なんとなく、このなんていうんですか、みんなコロナ疲れっていうのがですね、もう日本中に蔓延してる、まあ世界中になんだろうけども、でこう人々の心がギスギスしてるような気がしてね。そうですね。最近なんか疲れすぎてもうなんだかよく分かんなくなりましたね、最近はね。最近ね、僕あのもう本当にあのお気に入りの言葉で言いますけどね、顔にマスクはしても心にマスクはするなんていうね、なんか標語みたいにしていつも言ってますけども、本当なんか人に優しくなれなくなってってしまって、でそんな時にやっぱり音楽はね、心の栄養ですよ、これ本当に。でやっぱその心を和ましてくれる歌声がいいなと思って、今日は去年出たルーマーっていうね、これはもう久保さん何度か、ね、そうですね、最初にご紹介して、でも、もうかなめさんも紹介されましたよね。僕は、3年前ぐらいにあのバートバカルクのね、カバーアルバムを彼女が作った、これがまたとっても心温まるいい作品だったんで、それをご紹介したんですけど、そのルーマーさんがですね、昨年、9月か10月に出してたアルバムナッシュビルティアーズっていう、なんと今回は前回がバートバカラックの作品、今回はですね、あのカントリーシンガーソングライターのカバー、そうなんです、ヒュー・プレストウッドっていう人で、うん、僕はこの人の名前も知らなかったから、まさかね、バートバカラックは、もうある意味でこの現代史の作曲家としてね、ものすごい著名な人だけど、このヒュー・プレストウッド知らねえなと思ったけど、それで1枚アルバム作るってちょっと無理なんじゃねえのみたいなところあって聞いたらすごいよくて、うん、何よりもやっぱりこのルーマーさんのですね、声がやっぱりね、今の時期にね、こうちゃんとなんかこうささぐれだった部分をね、こう埋めてくれるようなね、あったかいいい歌声なんだね。アップテンポの曲はもうほとんどないし、ゆっくり歌い上げる、歌い上げるんじゃないな、ささやくように。そんなに有名な曲がなくてもやっぱアルバムとして聴いてやっぱいいなというか統一そうだね、有名な曲ないって少し知らないかとか、でもいろんな人に提供はしてたらしいんだけども、でもそんなにね、まあもともとカントリーだから日本であまり知られてないだけなのかわからないけど、まあその本国アメリカではね、ある程度の名前のある作曲家の方らしいんだけどね。でもさ、なんかそのこの人はルーマーさんはもともとイギリスの、シンガーソングライターだから、久保さんが最初に紹介した頃はきっと自分でアルバムの曲作ってたデンジャラスね。でも、もうここ数前はずっとカバーアルバムを作ってて、人の曲を歌う楽しさを覚えちゃったのかもしれないよね。早くないですか、まだ若いのに。そう、分かんないけど、でもまあそういう、いい声だからカバーアルバムをね、ここのとこ立て付けに出してるけども、それで、やっぱりイギリス人のカントリーアプローチだから、なんか正直言うと僕はあんまりカントリー好きじゃないんだけど、これがねいいんですよ。そのなんだろうね、カントリーの本国のね、カントリーの、自分で何がいまいちこのルーマーのカントリーアルバムと違うんだろうと思ったら、ロデオみたいな、ヤッホーみたいなさ、ああいう能天気さがちょっと、うんって思う時もあったりする、だから別の意味でもっとエネルギッシュなテイラー・スウィフト
人さんとかもカントリー歌手出身でしょ、はい、もね、うん、だからそういう方向に行くのも分かるけど、このルーマーさんはもっとその情緒の部分に僕は行ったんだと思う。しかもイギリスのシンガーソングライターがね、新しいカントリーのアプローチとして、新しいとかはないか、すごくその楽曲を大事に歌ってるのが良かったなと思って、でこれ萩原健太さんの紹介文に書いてあったんだけども、もともとはこのヒュー・プレストルっていうのことをルーマーさんも知らなかったらしいんだよ。でそのプロデューサーのフレッド・モーリーっていう人が教えて、でそれをむちゃくちゃ気に入ってしまって、で結局一枚フルアルバムでその人のトリビュートアルバムを作る形になったっていうかね、俺はすごいことですよ。知らないけどそこでね、でもちゃんと自分のものにできるわけですね。1、2曲カバースになると思うけど、丸々1枚をその名前でね、しかもナッシュビル・ティアースというね、名前でなんか自分で作ったのはすごいなと思うんだけど、まあ、何よりもこの時期にこういう歌声は癒されるなと思って持ってきました、はい、ね、皆さんもこんな歌声で今日はね、ちょっと心のささぐれを、直してください、ルーモアのナッシュビル・ティアースのアルバムの中から June It's Gonna Happen。 この後ろのビューっていうのはペダルスティールギターっていうんだけど、これがほぼ全曲に入ってて、これがいい感じでね、もちろんカントリーの主要なる楽器ではあるんだけどね、あとねカントリーのアルバムにしてはね、ストリングスの使い方がとっても上手で、あとバックコーラスね、バックコーラスは自分でも自分の声に重ねてたりするんだけど、とにかく柔らかくて、でルーマーさんの声自体ちょっと女の人にとっては低めじゃない。そうですね、うん、カレン・カーペンター的なね、なんかちょっと匂いもあるんだけども、泣きそうになりますな、この声芯のあるね、女の人の声質の中では芯のある声だし、フッと抜いた高い声も綺麗だし、これ歌うまいよ本当に。オリジナルに聞こえてしまう、知らないから、あんまり知らない人多いだろうね、うん、1曲、僕も知ってる曲が1曲もなかったし、カバーアルバムっていうのがね、はい、なんかこういう、あいいな、歌うまいな、いい歌声だなっていうね、本当に音楽本来の気をてらったところがなくてですね、相当シンプルですもんね、だって、うん、すごくいいアルバムだったんで、この時期にね、おすすめかなと思ってきました。ナッシュビル・ティアーズ、ルーマーの昨年出たアルバムの中からご紹介したのは June It's Gonna Happen でした。さあ、ナックでロック、今週もたくさんのメッセージをいただいております。ご紹介していきましょう。はい、ラジオネーム福島県直さんです。毎週めちゃくちゃ楽しみにラジオを聞いてますって、本当に今ねラジコもありますから、全国でいろいろ聞いてくださっていて、この方は、先月の、白川公演、うん、初乗車させていただきました。白川、はい、福島県のね、そうですね、はい、福島の直さんなので、本当に涙もいっぱい出て、感動して笑って幸せいっぱいで心から浄化されました。そしたらですね、なんと再就職なかなか決まらずにいたのに決まりました、うん、本当にスタレビと巡り合えて私はハッピーしかないです。ありがとうございます。もうね、一言で言えば偶然です、それはね。でもありがたいよね、心がハッピーになるとハッピーなことが起こるんですよ、本当にね。僕ね、ね、さっきその心にはマスクするなって言ったけどね、それもね教えてくれたのはね、ファンの方のメッセージなのよ、うん、なんかライブに行くまでは心はギスギスしてたけど、行ったらとても治ったとか、本当に四十肩が治ったとかいうのがあるわけで、音楽ってそのなんかなんて言うんだろうね、見えない効果があるじゃん。逆に言えばコロナだって見えないんだよね、もう見えないもの同士の戦いだよ、それをどう受け止めるかだから、その、なんて体に害のある、コロナを防ぐためには、この同じく見えない体を守ってくれる音楽とか精神的ななんかこう、なんて言うんだろう、満足度っていうのは必要だよね、うん、その満足度が、充実感が得られるんであれば、音楽であろうと映画であろうとね、大切でしょうと、これ、うん、弱ってるとついてきますかね、うん、悪いもの。そうなんだよ。で特にね、僕は映画とか読書との違いは、まあ、例えば読書は本を読むわけだから、本と自分の中でつながりを作るよね、うん、映画はスクリーンだから、まあこっちはスクリーンはどっちかというと一方通行的になる。ライブってお芝居とかもそうだけど、演者がいてそこにいる人に語りかけてくる、もうもちろん映画だってそこの見てる人に語りかけてくるんだけど、それは演出も含めてもっといろんなやり方があるわけだけど、ライブにおいては全くそこにいる人たちのみに僕ら訴えるわけだから、そこのつながり感っていうのは、何だろう、精神的な満足度がすごく大きいと思うわけ、うん、そこでしか味わえない、うんうん、やっぱ鏡に向かって喋るよりは誰かいてくれた方がやっぱり面白い会話になるのと同じでね、うん、
だからなんかそんな風に僕はあのライブの大切さを今訴えようとしてます、うん、はい、ライブの感想いっぱい届いてて、はい、ラジオネームのうさぎさんも先日初めてスタレビのライブに行きました。嬉しいね、この時期に初めて見てくれるっていうのね。そうです、ライブに行くのが久しぶりすぎて最初はドキドキ、どう乗っていいのか分からず一番前の超ノリノリのファンの方を見て真似しました、初めての生ライブ、生スタレビの皆さん超かっこよかったです。歌も演奏も構成も衣装も素敵で、また行きたいと思っております。周南市、うん、山口かな、山口、はい、うん、卵焼きのエピソードすごい面白かった何ですか卵焼き、あのね、金見さん、例えばゆで卵のイメージあるんですか。ゆで卵、卵焼きって書いてある。あ、卵焼き、これはね、うん、あの初めて、岡崎と添田がついてツアーだから2002年か3年ぐらいの、でも今でも覚えてて、もちろん山口に行った時に見つけた居酒屋さんで入って、それスタッフがここ美味しいよって見つけてくれたの、おばさんが一人でやってたのかな、うん、で入って左側にカウンターが12ぐらいされるのかな、奥に、まあ6畳ぐらい、4畳半かな、そのぐらい小さな、座敷があって、僕らそこに座らせてもらったんだね。それで店内は、まあ、職人さんっていうか、あの作る人は中にいるんだけど、あのフロアを仕切ってるのは、フロアって言わないからなんていうのかよくわかんないけど、おばあさんなんだよ。でちょっとおばあさん耳が遠くてなかなか来てくれないんだよ、奥 の, あの座敷だから来るたびに「あいあい」ってこう来てね、卵焼きかいって言うんだよ。で、いやいや、まだ何も頼んでねえけど、卵焼きかいって言われて、それで、で、とりあえずメニュー頼んで、ビールだなんだか。で、それでとりあえず、で、また、こう、ね、食べてたら、飲み物なくなったりするじゃんね。じゃあ頼もう頼もうって言って、で、また、すいませんって言って、バーって入って、卵焼きかいって来るんだよ。毎回毎回。卵焼きを食べてほしいって。そうなんだ、と思ったんだ。うん、で、その時頼んだんだよね。結局これって、もうあのおばあちゃんのために頼まなきゃ、みたいなところで、って言ってたんだけど、でもとにかくそのおばあちゃんはいつも卵焼きだったんだけど、そんな中で、岡崎が、普通に座敷なんだよ。座りながらなんかこう、足のあたりがプルプルしてたんだよ。うん、岡崎どうしたんだよって言ったら、そのテーブルの足が1個欠けてて、そこをももの上に乗っけて安定させてたらしいのよ。これがそのいや、これ卵焼きの前にテーブルだなみたいな話になったんだけどさです、ね、そこはもうずっとね、卵焼きだけをこう詰められた。でも何食べても美味しいお店だったんだよ、うん、でももう卵焼きが美味しい店は美味しいお店ね。いや、卵焼きの印象はあんまりないんだけど、ね、そう食べた印象はないんだけど、おばあちゃんがとにかく何かっていうと卵焼きっていうお店だったんだよね。その話をステージされたんです、ね、そうその時はね実際に周南市に泊まることがあんまりないんだよ。だからその時に話したもう一つの逸話は、翌年かなんかに行ってんだけど、移動日で平日で、どっかからの移動だったんだけど、まあみんな街を探索しに行くじゃないか、うん、で気がついたら全員がマクドナルドにいたことがあったんだよ。追いつきやがったみたいなところで集まって、わあ追いつきやがったって言って、結局全員がマクドナルドでハンバーガー食ってたっていう時もあったねっていうエピソードも紹介しました。ラジオネーム三毛猫心さんですが、はい、先日中野サンプラザで息子と一緒に参加しましたライブ、うん、息子にとっては人生初ライブです。息子は軽度の知的障害とともに人生を送っています、うん、一見健常の方と変わらないので、うん、だからこその生きにくさ、理解されないもどかしさなどあると思います。3人の子供たちの成長を見守る中で、子育てとよく言われるけれども、私が人として育てられているように思えて、心の支えというか応援歌が春キャベツという曲でした。小学校の頃から、スターダストデビューナックファイブが流れる環境で成長した息子は、23歳なんですが、道がね大好きで、生で道を聴けてもう鳥肌と言ってましたよ。これでも今ね、学ばせてもらってるって言うけど、きっと子育てってそういうね、もちろん自分の子供だから愛情は一番あって当たり前だけど、うん、でもその子供が思うようにいかない時に、それは同じ人間としてのエゴとかわがままを聞くわけじゃんかね。それを許せるものもあるし、うん、いやそれは違うよって諭さなきゃいけない部分もあるし、うん、でさっき軽度の知的障害言ったけど、その目に見えない、例えばさ目に見えない方が杖をついてると、これはもうわかるよね、はい、でも例えば耳が聞こえない人とかは見た目わかんないんだよね、うん、だから僕らはその
そういうものに対してある程度ちゃんと対処できるような余裕がないと。僕がこの間見たのは、携帯を持って歩いてたら前からその目の見えない方がいらっしゃってぶつかりそうになったんだよ。でもうさ、うん、今の時代ってそういうこと多いんだよ、うん、で謝りもしないでスーって行っちゃうわけさ。ね、でなんか本当にまあもちろんその人はしまったと思ったわけだよ、うん、携帯見てたわけだからさ。でもねそれ大丈夫ですかとかっても言えずにいることって、だからさっきのコロナの話につなげちゃうけどさ、なんかこう人をなんて言うんだろうね、カバーする余裕がなくなってる世の中なのが切ないよね。これはちょっといかんよ本当に。じゃあリクエストいきましょう。はい、ラジオネーム乙女もどきさんからいただきました。私自粛期間中ウクレレ挑戦しようと楽器店に出向いたんですが、何をどうしたらいいか分からず結局何も進まないまま今に至っております。かなめさんプロデュースのウクレレがあったらぜひやってみたいなと思ってます。俺が弾けねえからなウクレレな。でも楽器ってちょっと鳴らしただけでちょっと音色って和むじゃんか。そうオルゴールなんかもそうだけど、うん、それを自分でやっててこの音とこの音日本でタン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 ってやってるだけでなんか楽しくなれるから。ウクレレってねうちもなんかおもちゃみたいなウクレレがあるんですけど、うん、なんかちょっとやってるとなんかこれでいいのかなっていうぐらいの音は鳴るんですよ。リャリャーンってなったりとかね。なのでね、うん、そういう風に楽しめばいいんじゃないかな。そうだ、その子供のなんていうのガラガラと同じでさなんかすごくできる。あガラガラをうまく演奏しようとは思わないからさその気になってなんかその気になって楽しめばいいんだ、うん、そのうちにあこうすりゃいいんだとか音楽としての成り立ちを覚えるかもしれないよ、うん、そんなラジオネーム乙女もどきさんのリクエストはこの曲です。スターダストレビュー昔話を紐解くよ。解くように
久しぶりですね。久しぶりに聞いたね、なかなかいい曲じゃないか、うん、いい曲ですよ。ラジオネーム音音もどきさんからいただきました。スターダストレビュー昔話を紐解くように。さて今日のお別れ音楽工房はですね、夕暮れのスケッチという、まあ何年か前にも歌っているんですけども、僕のね、友人の、そしてまたアレレの例の頃のドラマーでもあります、手島明君と一緒に、歌詞を書いたんですけど、彼の歌詞はねとっても素朴で切なくていいんで、今日もね歌わせていただきます。ちなみにこれは埼玉県、行田市の水上公園というね、水の城と書くんですけど、そこのイメージで作った曲です、夕暮れのスケッチ。夕焼け街に懐く頃、外れの公園に心震わせ二人佇む。夢見た恋のセリフさえ思いのままにならなくて、交わす眼差し、なぜかもどかしい。寄り添い微笑むことしか知らない二人、一握りの愛なんて何もない。言葉は吐息に包まれて伝わる心、声さえも愛しい。にぎわう街に誘われて、恋人たちが映るウィンドウ、恥ずかしそうに触れる小指優しい。寄り添い微笑むことしか知らない二人、おうおう、一握りの愛がいいね。見つからないように、話すことなんて何もない。言葉は吐息に包まれて伝わる心、声さえも愛しい。聞こえてきたのがね、夕暮れのスケッチ。もうこれ本当にデビューしてすぐぐらいに作った曲だったんですけども、うん、まあなんかちょっとワンコーラスが長いんでね、今もちょっと省いて歌わせていただいたけど、意外と
なファンの方からとか、まあ、手島君もこの曲俺好きだっていうのがあって、うん、僕はそんなに思い出のある曲じゃなかったんだけど、 なんてこと絵が出てくる、本当映画のような、人にねそうやって褒められると、うん、すぐその気になっちゃう、僕は言いますけども、まあでもなんかこうなんていうの、素朴であるっていうことはね、こう伝わりやすい、あまりにもこうなんて大きな鎧とかね厚い壁とかをでがんじがらめにするよりは、本当にシンプルな人間の声がねポロッと出るっていうのは、まあ、伝わるものもうまく伝わるのかもしれないなと思いますけど、ただ言っときますけど練習不足はいけないですね、やっぱりもうちょっと僕練習すべきでした最近歌ってなかったでしょ、ね、いやこの曲はね、うん、でもねやっぱりツアーはねとても調子いいんですよ声が、うんうん、今日あれあんまり調子よくねえかなと思ってもね、本当にこう声を抜いて歌うことを覚えたんで、そんな疲れることもなく今ツアーは調子いいんですけど、ね、ただまあ、うん、体調的にね風邪ひいたりとかなんかそういうことになってないから、一度声が荒れるとすごいやっぱ荒れ出すんですけど、今はもういい感じでね、うん、まあ打ち上げないせいもあるんですけど、はい、お弁当味噌汁生活でございます、はい、いいライブやってますよ、はい、はい、ライブの感想今夜もたくさんご紹介させていただきましたけども、はい、まだまだお待ちしております。そうですね、新生活ねスタートされた方は日常の出来事などもぜひ聞かせてください、うん、はい、はい、リクエストも書いて NAC5 のホームページにある番組ページからお待ちしております。 NAC でロックです、はい、そして来週はですね、はい、私の友人でもあります J-WOKE のキーボーディスト、今ソロとしてもやってますけども、杉田博史くんがゲストに来てくれて、はい、一応5月にイベントをやろうとしてましてですね、そのお知らせも含めて一緒にですか、はい、配信シングルもあるということなんで、彼にいろいろお話を聞きたいと思ってます、はい、はい、来週もお聞き逃しなきように。ナックでロック、今夜ここまで。お相手はスターダストレビュー根本かなめと久保田由美でした。来週までお元気でバイバイ。